今日はですね、ミシュランのロード5というですね、スポーツツーリングタイヤを1年8ヶ月、そして1万キロ以上乗ったので、それのレビューをしようかなと思います。どうも、バイクのローゼの深夜です。俺のお気に入りのタイヤであるね、ミシュランのロード5、こちらですね、1年と8ヶ月、そしてですね、最終的に何キロ持ったのかっていうですね、まあ、そんな長期レビューをしていこうかなと思います。で、本当はもうちょっとね、早い時期にレビューしたかったんですけど、やっぱね、その去年とね、今年、まあ、今まで通りにやっぱ走りに行きづらい状況がね、続いてたんでね、ちょっと結構伸びちゃいましたね。本当はね、タイヤ1年ぐらい使い切るかなと思ってたんですけど、まあ、まあしょうがないですね、こればっかりは。でミシュランのロード5ね、実は2つ今レビュー出してるんですよ。最初のね、乗った感想というか、ファーストインプレッションみたいなやつと、5000キロ超えた時の感想っていうのをね、話してるんですけれども、個人的にね、ロード5気に入ってるんで、割と俺の好き寄りの意見になるんですけれども、まあそれでも結構ね、リアルな感じでお話ししていくかと思います。で、今日お話しするとは、いいとこ3つ。で、強いて言うなら気になるとこ1つ。で、ロード5がどういう人に向いてるのか、向いてないのか、そういう部分をですね、お話ししていきます。で、まず先にですね、いいところから話していくんですけども、まずね、一つ目、やっぱりここはもうライフっていう部分で話をしたいんですけども、12,300キロ乗ってからね、大きく印象は変わってないっていうので、これはすごくいいことだと思います。タイヤってどうしてもね、もう走れば走るほど、摩耗すれば摩耗するほど、性能って下がっていくんですよ。まあもちろんね、その急激な変化じゃないから、例えば性能が一気にガクって下がるってなって、じわりじわりと下がっていってると思うんですよ。だからまあそういう変化に慣れてしまってるっていうのもあるんですけども、本当にもう最初から最後までほとんど気持ち的には変わらず乗ることができました。だから俺みたいに ZX14R 基本的にはもう車両重量が270キロ近くで、キャンプとかもするでしょ。だから結構な重量を乗せて走ってるわけじゃないですか。で、しかも俺の場合ね、まあめちゃくちゃ速く走れるとかじゃないんですけど、サーキット走行もするんですよ。まあサーキットね、速く走れないとはいえ、行動とね、やっぱそのタイヤの負担ってやっぱ全然違うんで、どうしてもね、そのタイヤの寿命はね、速くなってしまうんですけれども、やっぱそれでも12,300キロ乗ったっていう、これはね、びっくりした。だから耐久性も高くてね、ある程度安心して乗れる、これがね、続いたっていうのはすごく良かったなと思います。で、ちなみにね、フロントの方が先になくなりました。フロントのね、スリップサインが出ちゃったんで、まあ、今回交換したんですけれども、リアはね、まだ結構溝あるんですよ。正直多分あと5000キロぐらいいけんじゃねえかなっていう。フロントだけ交換もいいんじゃねって一瞬思ったんですけど、前後のバランスはやっぱ悪くなっちゃうから、同時交換の方がいいってことで、はい。そんなわけで今回交換しました。だその耐久性っていう意味でのライフが長いのはもちろんなんですけれども、ライフが長くてもそういう安心感がねあるっていうのはすごくいいと思います。はい、じゃあいいとこ2つ目、ちょっとねさっきの話と重複するんですけども、グリップと安心感、この2つはねすごく大きかったです。これね本当にもう何回も話してるんですけど、やっぱりツーリングって雨も降るしウェットなところあるし、ずっと晴れが確定してるわけじゃないじゃないですか。どこ行っても完璧なね、あのなんか路面状態だったら何にも気にしないんですけど、あと冬とかさ、やっぱり寒いとグリップ下がるし、基本的にはね、今まで俺が走った中で最悪な状況って、雨はもちろんあるでしょ。で、雨天のサーキット、あとね1個、気温がね3度ぐらいのね山道のね雪解け水もう状況としては割と最悪の中でも走っているっていう。まあ凍結だけ心配でしたけど、だから温度依存性が低くて排水性が高い。だ気にする時っていうのは、だから砂が浮いてるとか、もう明らかになんか砂利道とか、そういう時ぐらいですね。ほんとね、ツーリング時安心。マジで。だから好きなんですよ。これもね、ほんともう前のレビューでも散々言ったんですけど、ツーリングに行ってタイヤのことを気にしたくないんですよ。タイヤ温まってるかなとか、なんか雨が降ってきたウェットパッチがあるから、じゃあそこは気をつけて走る。いや、もちろん気をつけて走った方がいいんですよ。走った方がいいんですけど、なんかそこに気を取られて、なんか景色楽しめないとか最悪じゃないですか。やっぱサーキットも同じで、毎回晴れじゃないんですよね。もう毎回毎回晴れてたら最高なんですけど、まあ、どうしても雨が降ってるとか。で、走行中に雨が降ってくることもあるんで、まあ、ちょっとペース落とすぐらい。だからそのロード5のね、端っこの溝がないところをまで使うと、さすがにちょっと滑るんですけど、サーキット行って雨降ってきたっていうシーンでも全然安心して走れます。そんな感じでいいとこ3つ目。これもね、またちょっと重複するんですけど、膝も擦れます。
まあね、俺がね、もっと上手だったら安定して膝擦りできるんですけど、まあまあその話は置いといて、で、サーキット走行ってハイグリップタイヤっていうイメージがやっぱあると思うんですよ。これもね、やっぱ前まであったんですね。ただそれって結局どういうことを楽しむかでも変わってくるし、例えばじゃあトランプを持って、タイヤを温めるウォーマーを持って、そういう風にね、サーキットをガチンコで楽しみますっていう人もいれば、俺みたいにつなぎ背負って自分でね、こうサーキットまで行って自分の番が来たらそのまま走り出すみたいな。だから基本ツーリングだけどたまにサーキットも走りたいなっていう人もね、絶対いるんですよ。俺がそうなんですけど、ただね、そういう人にはね、マジでおすすめです。さっきも話したその温度依存が低いので、サーキットを走って、あ、タイヤが温まってないなっていう感覚がね、一回はなかったです。っていうかね、あのロードファイルの端っこのなんていうの、あれスポーツタイヤなんですよね、絶対。だから自走で来る人にはね、最適なタイヤかなって思います。はい、そんな感じでですね、いいとこ3つ話していたんですけども、ちょっとね、一つだけ一回気になることがありました。これをね、お話ししていきます。すごくね、限定的なシーンなんですけども、ツインリンクモテギっていうね、高速サーキットがあるんですけども、モト GP とか開催されてるとこですね。まあちょっと去年と今年、まあ中止になってすごい寂しい。まあそれはいいや。ストレート区間がすごい長いんで、やっぱどうしてもスピードが出るんですよ。どうしてもそのコーナーへの進入速度もね、速くなるんですよ。そこでね、何回かね、そのタイヤがね、ぐにゃってなんか潰れるような、負けるような、やっぱそのサーキットってそういうちょっとした不安を感じると、どうしてももうアクセル開けられなくなっちゃうんで。ただまあそれがそのいわゆるタイヤを潰せてるっていうのか、タイヤが負けてるかっていうのがちょっとね、わかんなくて、だからそれがね、どうなのかなと思った。で、その時にミシェルの人がいたんで聞いてみたんですよね。まあ、いわゆるそのプロって呼ばれる人は、そのタイヤの使い方ももちろん上手だし、その限界を探ってうまくコントロールする技術があるんですって。俺みたいなね、こうアマチュアとか、本当にたまにサーキット走りますっていう人はね、モテギみたいなその高速サーキットだったら、ツーリングよりっていうより、そのサーキット走行も想定されているタイヤにした方が安心して走れますよっていうことだったんですね。だから、あ、まあ確かになと思って、しかもスーパースポーツみたいな軽いバイクじゃなくて、まあ俺のバイクはね、さっきも言ったけど Z14R なんで、やっぱり重量があるから、まあその辺もあるのかなとは思います。だからモテギみたいなそういう高速サーキットに限ってはロード5じゃなくて別のタイヤの方がいいのかなっていう感じです。まあだからそこはね、すごく限定的なシチュエーションなんで、なんか気になるところに入れることが迷ってたんですけど、まあ一応ね、そのちゃんと 12,300km 走った中で感じたことなんで、まあこれはちょっときっちりお話ししようかなと思いました。まあとはいえね、結局あのロード5の速い人もめちゃくちゃ速いから、まあ腕なんじゃないかなって思います。はい、いいとこ3つと気になるとこ1つ話してきたんですけども、じゃあですね、ロード5がどんな人に向いてるのかって、まあ個人的な意見ではありますけど、まあそれをお話ししていくと、やっぱりその街乗りからツーリングメインの人、もうこういう人はね、ロード5マジで最適だと思います。まあさっきも話したんですけど、天候へのね、こう対応力とか、あと温度依存の低さ、やっぱここはね、すごく大きいなって思います。もう暑い時から寒い時まで、もう雨が降ってようがピーカンだろうが、もうほんとね、関係なく走れるんで、いろんなところに走りに行きたいっていう人にはね、なんかそういう旅とかしたい人、たまにこのバイクでサーキット走行を楽しみたいんだよねっていう人にはね、本当に最高のタイヤだと思います。で、じゃあどんな人に向いてないかっていうと、もうこれはですね、まあ、やっぱそのサーキットでもタイムをすごく詰めたい人、なんかそういう人は多分ハイグリップタイヤとか、ほんとサーキットに特化したタイヤとか履いた方がいいと思います。まあでも、まあそもそもそういう人ってもうトランプ持ってそのバイク運んでたりするんで、まあまあそこまで来ると、まあこのタイヤは選ばないと思うんですけども、一番速くなりたいとかタイムを詰めたいとか、もうそういう人には多分向いてないと思います。はい、そんな感じですね。あ、でもね、ほんと履いてない人はね、一度履いてみてほしい。なんかね、ほんといいんですよね。なんかずっといいというか、気にならないというか、ほんとね、タイヤから受けるストレス感じないので、すっごく楽です。あ、そうだ、一個言わせた。これはね、いいとこか悪いとこかはその人によるんですけども、結構ね、ハンドリングは穏やかなので、コーナリング中も安定して曲がりたいとか、その急にパタッと倒れると怖いっていう人はいいと思います。でも、そのめちゃめちゃバイクを傾けて、クイッと曲げて、クイッと曲げてっていう人にはね、ちょっとなんかもたっとする感覚があるかもしれないです。だからそこは、いい悪いっていうより、そういうタイヤなんで、まあでも高速から走ると安定感はあるんで、まあそこは、いいか悪いかは、なんとも言えないところです。俺は好き。はい。本当ね、安心して走れるタイヤなんで、また履きたいとは思ってはいるんですけども、はい。実はですね、次のタイヤ、
パワー GP っていうあのハイブリッドタイヤにしました。前ねサーキットで試乗したバイクのタイヤがそのパワー GP でめちゃくちゃ良かったんで、その印象があるからちょっと履いてみたいっていうあの、はい、好奇心の話です。パワー GP の方もまたレビューをしていこうかなと思っております。はい、まあそんな感じで、あの本当に1年と8ヶ月、そして12,300キロ走ったミシュランのロード5のリアルな直帰レビューでした。もしですね、もうすぐそのタイヤ交換時期なんだねっていう人はですね、ぜひ検討してみてください。本当にね、めちゃくちゃおすすめのタイヤです。はい、そんな感じです。言い忘れてることは多分ないと思います。まあね、あのブログの方にもですね記事まとめてるんで、もしよかったらそっちもチェックしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。もしですねこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、こちらですねベルボタンをよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。マイクの野添の深夜でした。それでは。